メガロックスデート FM で毎週水曜に放送されている番組 GIP 制作デート FM 主催で2004年から毎年開催されているライブサーキット当記事で衝突メガロックスはデート FM 主催で仙台市都心部にあるライブハウスやクラブが共同して開催しているロックを中心としたライブサーキット デート FM で毎週放送されている音楽番組メガロックスから派生して2004年から開催されている。同番組の DJ である角田哲也もバンド世界で毎年参加している。ゼップ仙台で昼からオープニングのライブがあり、それが終了した後各会場でのライブが夕方からスタートする。以前は有料会場のみだったため、 ファンのための共同イベントであったが、無料会場が加わったことで、より市民に開かれた都市イベントになりつつある。2008年には、デート FM 主催のもう一つの音楽イベントである、スターライトエクスプロージョンとの間で関連イベント化が、試みられた。2020年新型コロナウイルス拡散防止のため、中止が決定。1日目、仙台ピット2日目。ありがとうございます。